片越しの恋人は、日本の女性小説家、結川めぐみの長編恋愛小説。また、これを原作とした、テレビドラマ及び映画、通称、片恋。シュガーコートのタイトルで、文芸誌、鳩よ。1999年4月号から2000年11月まで連載され、2001年9月に単行本として、マガジンハウスより発行された。恋愛にのめり込むことができない OL と、恋に翻弄され続ける OL の幼馴染の女性が、結婚、不倫、離婚、就職、妊娠など現実に直面しながら、女性としての幸せを見つけていく物語。現代社会に生きる女性たちをリアルに描き、女性だけでなく、男性からも共感を得ている。第126回、直木賞受賞作。多種多様な女性の価値観が注目される中、2007年夏季には TBS 系列でテレビドラマ化された。なお、この回の直木賞受賞作では先に、山本一力の茜空が映画化されている。また、韓国で同作品を原作とした映画が撮影された。日本では2007年に公開。主演はイ・ミョン、イ・テラン。この作品のタイトルは、恋愛を正面に見据えた生き方より、自分が目指す目標に向かって突き進んで生きていく中で、気がつくと片越しに恋人が見える生き方の方が幸せになれるという意味が込められている。親友である室野瑠璃子の3回目の結婚式に出席した早坂萌衣は、式で出会ったエビ嫌いの男、柿崎雄介と関係を持つ。彼は新婚ほやほやであったが、萌衣はのめり込まない程度に付き合うようになる。また、仕事の残業中に知り合ったバイトの青年、秋山隆と食事を共にした日、彼が家に戻ることを拒み、萌衣は隆を家に引き入れ、一夜を過ごしてしまう。一方、瑠璃子は順調に新婚生活を送っているかに見えたが、結婚した途端に夫、室野信之とのセックスに興味がなくなり、隆を自分の家に連れ込んで遊んでいたりなどしていた。そして二人に事件が起きる。萌衣は自分が勤めている会社で新しい部門の責任者に任命されるのだが、それは自分が最も嫌っていた製品の担当であった。自分の描いた夢と現実との差を痛感した萌衣は会社を辞めてしまう。一方、瑠璃子は信之の浮気現場を目撃。問い詰めると信之は謝罪したのだが、後日瑠璃子は相手の女性に呼び出され、付き合ってきたのは向こう。20年の流行顔で総務部のおばさんに受ける、ルックスだし、私からは付き合わないと馬鹿にされてしまう。怒った瑠璃子は家を飛び出し、萌衣のマンションに押しかける。さらに、隆は、瑠璃子の元を離れた後、野宿をしたり、果ては、ゲイバーでバイトをしようとしたりするなどして、家に戻る気配が全くない。萌衣はしぶしぶながら、二人をマンションに泊めてしまう。かくして、萌衣と瑠璃子、それに隆の共同生活が始まっていくのだった。2007年7月5日から9月6日まで、TBS 系で毎週木曜日22時22時54分に、放送された。全9回。ハイビジョン制作。字幕連動データ放送。初回は5分拡大で放送され、初回のみ前の番組、地獄の沙汰も嫁次第から、クロスプログラムと番宣を挟み、ステーションブレイクなしでスタートした。2007年8月30日は2007年世界陸上選手権中継のため休止。当初全10話を予定していたが1話短縮された。キャッチコピーは、女の幸せより、私の幸せ。レギュラーゲスト平均視聴率 7.4%、 日本では、2007年11月23日に公開された。日本、韓国合作。イ・ミョンとイ・テランのダブル主演。ありがとうございます。